やっと来ましたね。遅いですよ。もうそっちから呼び出したのに待たせるなんて、本当に仕方がない人なんですから。それで今日は何をして遊ぶんですか？縄跳びとかあやとりとかいろいろ持ってきてますから。え、違う？一緒に遊ぶために呼んだんじゃないんですか？え、誕生日覚えててくれたんですか？私てっきり忘れてるものだと。プレゼントまであるんですか？ありがとうございます。もうこういう時ばかりしっかりしてるんですから。すっごく嬉しい。私これでまた一つ大人に近づきましたよ。すぐにあなたに追いついて、今度は私があなたのお誕生日をお祝いしてあげますからね。楽しみに待っててください。